はい、どうも、神仏応援団流です。今日はですね、ゾロ目888の意味についてお話しいたします。アレルヤ。はい、ということで今日はですね、ゾロ目の888ということで、8が3つですね、の意味についてお話ししたいと思います。では早速意味の方をお伝えしていきます。宇宙は豊かで寛容です。あなたはその月星の流れを注いでもらう方法を学びました。大きな経済的成功は今もこれからもあなたのものです、ということで、経済的成功ですね、あなたのものですということで、これはですね、非常に、お金の面ですね、いい数字かなということになります。はい、ということで、こういうですね、ゾロ目ですよね。例えば、本を読んで、パッと開いたページが888ページだったとかですね、あとは、お買い物して、お釣りが888円だったとか、またはですね、会計自体が888円だったとか、あとは、車ですね、のナンバーの888をよく見るとかですね、そんな感じで、あなたの周りにですね、ゾロ目というのが出てくるという時があると思いますので、見たらですね、またすぐ番号を調べてですね、どんな意味だったかなと、ということで888はですね、経済的成功はもうあなたのものですよということで、また楽しんでですね、人生を送っていただければなというふうに思います。はい、でまたゾロ目シリーズなんですけども、111からですね、999まで、上げる予定でおりますので、今ここ888まで来ました。あと999もう一つですけども、またゾロ目のですね、参考にしていただければなと思います。はい、ということで神仏応援団流でした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。